アンドレイアス・ヨハンソン・アンドレイアス・ヨハンソンは、スウェーデン・ベンネシュボリ出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはミッドフィルダー。メッレルード・イフで、選手経歴をスタートさせ、16歳の時ディビション2で、デビューした。2000年にユール・ゴーデン・イフに移籍すると、リーグ優勝3回カップ優勝2回に貢献し、 彼自身も4シーズンで124試合に出場し45得点を挙げた。2005年にイングランドのウィガンアスレティック FC に移籍し、同年2月のストークシティ FC 戦でデビューしたが、もっぱらガリーティールの控えだった。2007年7月にデンマークのオールボビーケイに移籍。2007から08シーズンに、 リーグ戦31試合に出場し7得点を挙げ、1999年シーズン以来となるリーグ優勝。UEFA チャンピオンズリーグ2008から09では予選を突破しグループステージ進出に貢献した。また2009年7月からはキャプテンを務めていた。2010年夏にオールボービー系との契約が終了し、オーデンセビー系へ移籍した。スウェーデン代表としては、 2002年8月のラトビア戦でデビュー。2003年にタイで行われたキングスカップの代表に選ばれるなど2004年までに12試合に出場したが、同年6月にポルトガルで行われた UEFA ユーロ2 0 0 4の代表メンバーからは落選した。ありがとうございます。